見つかっちゃった。えへへ、僕が光っているのが見えた？光ってはないかな。うわー、逃げろー。あ、星。え？星。なんか、あれやん。誰やった？ティンクル？みたいなのがいっぱいおった。やけん星降らせる攻撃ってこと？あ、なんかどっかついたよ。なにここ。いや、マリオさんですな。よくぞ来ていただきました。なんか、ダンジョン的なの始まるんかと思ったら、めちゃくちゃ、村？集落みたいなの来た。はじめまして。私はスタールと申します。ここ、星の生まれる谷で生まれる、星の子たちの世話をしております。ほう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 。さっきめちゃくちゃ攻撃されたよ。まあ、何のダメージも負ってないけど。星の生まれる谷なんや、ここが。ふんふんふん。なんかこのスタール？なんか同じような見た目のやつがいっぱいおるけどさ。横一列に並べたらちゃんと違いわかるんかな？なんか、間を置いて会う分にはみんな同じような感じに見えるんやけど。マリオさんにはお話ししなければならないことがたくさんありますが、とりあえず私の家へ行きましょう。このような寒い場所ではゆっくりお話もできません。まだ一人助けてない星の精おるよね。え、おるよね。わからん。おるよね。ささ、ついてきてください。早く星の国に行きたいなぁ。たくさんの人の願いを聞いて立派な星の精になりたいんだ。選ばれし者しか行けんのかな。マリオさんの願い事も僕が運んであげるよ。約束するよ。君はさっきのうちの一人ではない？忙しいのでし。星の子たちは元気が良すぎるのでし。かわいい、この子。めちゃかわいい。ごめんね。なんか案内してくれよるけど、私は先にみんなと話しておく。星の子が一人かくれんぼしてるみたいなんですが、いませんでしたか？見てないよ。さっきなんか大量の子は見たけど。目を離すとすぐにどっか行ってしまって、わんぱくな星の子なんですよ。なるほど。かわいいじゃねえか。この辺隠れてない？隠れてなさそうやね。先ほどは星の子たちがとんだ失礼をしましたな。見てたの？まさかマリオさんがこんなに早くおいでになるとは思わなかったのです。あ、じゃあ村に悪い奴が入ってこんように、ああやって、しよるってこと？マリオの顔ぐらい把握しといて。子供たちは星の生まれる谷を、クッパの手下どもから守るために、あのようなことをしたのです。どうか許してやってください。ほう。なるほどね。星の子が一人どこかに隠れているのです。見つけたら教えてほしいです。見つけた気がする私今。元気なのはいいけど、こっちは気が気じゃないのです。まったく、プンプンです。隠れてるの見えたよ私。すっごい細いの。この谷ではスタール様の指示のもと、我々とハックンたちで星の子たちのお世話をしています。あ、あのなんか、何？なんて言うん。全身タイツみたいなの着とるやつがハックン？いつかは我々がお世話した星の子の中から立派な星の精が出るのかも。そんな日が来たら嬉しいですが、このままだとそれは本当のただの夢物語です。ほらほらこれこれ。めっちゃ細い横向きでおる。見つかっちゃった。えへへ、僕が光っているのが見えた？光ってはないかな。ねえ、もうすぐ僕星の国へ登れるかな。登れたらいいね。ね、見つけたよ。知らせる？教えたよ。いたよ。ねえねえねえ、いたよ。ねえ、いたんだって。見たよ。なんだよ、知らせろよ。知らせろって言いながら全然、全然話聞かねえじゃねえか。ティンク兄ちゃん、元気にしてるかな？ティンクは今ね、捕まってるみたいだよ。まあ、ティンク自体は自由自在に動けるか。存在把握されてないか。クッパがスターの杖を盗むほんのちょっと前に、星の国へ登っていたの。僕らのこといつも面倒を見てくれる、いいお兄ちゃん星だったよ。お兄ちゃん星、かわいい。ねえ、僕らまたティンク兄ちゃんに会える？まあ、ティンクで星の国に登っていけるんなら全然いけるやろ。めちゃくちゃ失礼な言い方やけど。セーブしとこう。クッパからスターの杖を取り戻してください。
平和なキノコワールドが一番です。そりゃね。マリオさん、頑張ってください。ありがとう、頑張るよ。頑張るよ、私。さあ、どうぞお入りください。待ってよ、まだそこのハックンと話してない。マリオさん、これからお話しすることをよく聞いてください。何？ここは、星の生まれる谷と呼ばれております。うんうん。それは、ここが星たちが生まれ育ち、天空に登っていく場所だからです。しかし、クッパが星の国のスターの杖を奪っていってしまったため、星の国からの力が途絶えてしまい、星の子たちが空へ登ることができなくなってしまいました。あれかな、成人の儀式みたいなもんなんかな。大人になったらみんな星の国に行ける的な。私の父であるデアールのところに、ハックンを送って、マリオさんをここにお呼びしたのは、父なんや。ほうほうほう。最後の星の精様が捕まっている場所をお伝えするためです。ついこの間、星の精様が私の夢の中に現れて、その場所を語ってくれました。それによると、最後の星の精様は、ここの北、寒い寒い山の頂上にあると言われている、クリスター神殿に捕まっているそうです。ふんふんふん。クリスター神殿は、もともとは星を祀るところでしたが、いつの間にか、人々の記憶から忘れ去られてしまい、今ではそこへ行く道は誰も知りません。なんで急激に寂れたん？ですが、そこへ行くための鍵となるものが、ここと寒い寒い村に伝わっています。ほう。これをお受け取りください。あ、マフラー来た！帽子は？やっぱりあの雪だるまは関係あったよね。もしかしてあれ、あの雪だるまたちに、マフラーと帽子をかぶせたらさ、なんか、ゴゴゴゴゴゴみたいな道が開く感じ？伝説のマフラーをもらった。じゃあ寒い寒い村の方で帽子もらうんやね。星の生まれる谷のスタールからもらった何の変哲もない普通のマフラー。これは星の生まれる谷に伝わる伝説のマフラーと呼ばれるものです。これをどうやって使うのかは実は私にもわかりません。わかっているのは一つだけ。寒い寒い村にあるもう一つのアイテムを倒して使うことによってクリスター神殿への道が開かれるという言い伝えがあることだけです。そんな大事なものを預かってさ、管理しとるんなら、どういう風に使うんかも、ちゃんと分かっとけよ。いや、もうこっちが理解したけど、理解してるけども。ここにいる星の子たちも、このままでは星の国へ行けません。それはあまりにもかわいそうです。マリオさんが一刻も早く、クッパを倒してくださることを願っております。うんうん、頑張りましょう。寒い村の村長が持っているアイテムと伝説のマフラーを合わせて使うことによってクリスター神殿の道が開かれると言われております。まずは寒い寒い村の村長を訪ねてみてください。めっちゃ行ったり来たりする。おお、なんか一瞬出てきた。そうでした、マリオさん、一つ思い出したことが。何？クリスター神殿へ行く途中の参道に隠された祠があります。その祠についてこの谷にこんな言い伝えがあるのです。目に見えるものがいつも真実であるとは限らない。くまなく探るべし。これはクリスター神殿へ行くためのとても重要なキーワードだと言われています。え？その隠された祠？それも必ず行くやつってこと？クリスター神殿へ行くためのとても重要なキーワードってことは。このことを忘れずに役に立ててください。ほうほうほう。あれかな？明かりんとか使う感じ？見えないブロックのやつ。違う？わからんけど。星の子たちの面倒を見ているのでし。元気な子供が多いでし。大変そうだな。頑張って。こっちの家は何？お、星の子たちが3人も。ベビーシッターかな？みんなのご飯を作るんでし。星の子たちもいい子でし。きっとマリオさんがスターの杖を取り戻してくれるって信じてるでし、祈ってるでしよ。ほんとなんか子供たちしかおらんのやね、星の。あれは？お父さんとお母さんは？みんなもう星の国に上がっていった感じ？それともあれか？別にお父さんお母さんとかいう概念がなくて、星の生まれる谷みたいな言おったもんね。ふわーって一人で出てくる感じかな。で、こうやってお世話してくれるんや。ご飯まで作ってくれるんやね。
お話ししてよ、お話ししてよ。星の精様を助けた時のお話ししてよ。めっちゃ興味津々。ティンク兄ちゃん元気にしてるかな？ねえ、僕らまたティンク兄ちゃんに会えるよね。きっと、杖を取り戻せば。5本を読んでもらうの。星の国で働いている星や、みんなの願い事のお話。なるほど、そういう絵本を読むの？本当になんかベビーシッターみたいな感じやね。ご飯も作ってくれるし、本の読み聞かせもしてくれる。いいやん、いいやん。さあ、帽子を受け取りますか。帽子なのか、バケツなのか。くださいな。ちょっと待って。おう、マリオさん。星の生まれる谷へ行かれたのかな？スタールさんに会えましたかな？なるほど。村に伝わるアイテムですか。確かにそのようなものがあったような気がするの。そんな曖昧な記憶？少々お待ちください。どこかにしまい込んでいたはずですわい。ほこりかぶったりとかしてない？ちゃんと大事にしてる？あ、バケツやね。あった。ありましたよ。これですわい。素晴らしいバケツをもらった。素晴らしいバケツ。寒い寒い村の村長からもらった。何の変哲もない普通のバケツ。これがこの村に伝わるアイテム。素晴らしいバケツですぞ。確かにスタールさんの言うように、これと伝説のマフラーを合わせて使うことで、クリスター神殿への道が開かれるという言い伝えがこの村にもありますの。ははは、しかし何のことやら、何をどうすれば合わせて使えるのか、わしも知らんのです。マリオさんの話によると、星の生まれる谷の星の子たちが困っているようですな。星の子たちのためにも、ぜひとも頑張っていただきたい。よろしくお願いしますぞ。頑張りましょう。とりあえず、あの雪だるまたちにさ、ちゃんと、帽子をかぶせて、マフラーをつけてあげよう。伝説のマフラー。そして、素晴らしいバケツ。素晴らしいバケツの方がなんかちょっと、ネーミングセンスが。かっこいいバケツ帽子、ありがとう。いえいえ。暖かいマフラー、ありがとう。いえいえ。あなたいい人、感謝感謝。お礼に僕らの秘密を教えてあげる。お。道が。扉みたいなん、うわぁ。え、すごい。え、だって後ろさ、山みたいな感じじゃなかった？それが全部せり上がってきたん？すげえな。開かれたよ。どうぞここを通りください。雪だるまから感謝を込めて。君たち生きてるのね。ああ、もう会話ができない。もうただの雪だるまに戻った？